それでは、この表題の論文について、長岡技術科大学自然言語処理研究室の福島が発表します。まずアブストラクトですが、この論文ではその知識ベースとその分散表現を用いたシンプルな WSD のシステムを提案しています。そして、そのこれの方法なんですけども、語義の注釈と文脈の類似度を分散表現から計算することで、類似度を出しています。そして、その実験した結果で他のレスク法を用いた手法よりも優れた性能を発揮したことが書かれています。で、イントロダクションです。まず現在その最も優れた WSD システムは教師あり学習を用いた手法となっていまして、性能は高いんですけども、その問題点として挙げられているのがこの2つで、まず多くのアノテーションされたデータが必要ということで、非常にアノテーションされたデータはコストがかかるということで、あまり多くのものに適用できないっていうか、その資源がないと、その言語に適用できないっていう問題点が1つと、その教師あり学習のシステムがうまくいったとしても、特定のドメインでしか機能しないっていうのが、問題点として挙げられています。それでそこで今回その提案書では、レスク法をもとにした知識ベースの、WSD というものを、提案しています。でレスク法なんですけども、レスク法というのは、その注釈と文脈間で、重複している単語の数から類似度を計算して、その語義を決定しているんですけれども、この提案書ではその重複している単語の数ではなくて、それを、注釈と 文脈をその分散表現を用いて表現して、それを類似度で計算する、それを用いて類似度を計算することで、よりシンプルで効果的な、WSD ができるという、提案をしています。で方法です。まず、方法なんですけども、単語 W の語義 S に対して、コサイン類似を計算する形で、このスコア関数にスコア関数で計算します。で GS、CW、LSW は、それぞれこの注釈ベクトル、文脈のベクトル、語位素のベクトルってなってますけど、語位素っていうのはその単語と一つの語義の組み合わせっていうことで定義されています。それで、このスコア関数に入れて、計算した結果で、スコアの高い語義が、その単語の語義として選ばれるというふうな計算になっています。で、それぞれの、ものについて紹介しますが、まず LSW についてですが、これはそのオートエクステンドというものを使って単語の分散表現をもとに、そのワードネットから語義の分散表現を獲得して、それを LSW として使っています。で、CW なんですけど、これは文脈のそのベクトルで、文中にある全ての内容語の分散表現を平均したものとなっています。それなんですが、すでに語義の決定した単語については語義の分散表現をしようということになっています。これはちょっとまた後で説明します。で、次は GS なんですけども、 GS はその注釈の、全ての内容語の分散表現を平均したものになっています。でそのなんでこういうすでに語義を決定した単語についてはってなっているのかって言いますと、この方法の、WSD の前に語義の少ない順に単語を並べ替えて、語義の少ない順単語からその語義曖昧性解消を行うっていうことをしていて、この論文で、語義の少ない単語ほど曖昧性を解消しやすいってことが書かれていて、だから語義の、少ない単語を解消していって、もう語義を確認していってから、難しい語義に行った方が、より高い精度を出せるのではないかっていうふうなもので、こういう方法を採用していて、なので、さっきのこれのように、語義を決定したものについてはその語義の分散表現をしようとなっています。で実験です。
今回の実験ではオランダ語とその英語について実験をしました。してました。そして、まあ、その評価用のデータセットなんですけども、オランダ語ではそのダッチセムコアというのを使っていて、英語ではセムコア、センシバル2、センシバル3というものを、まあ、それぞれ使用して実験をしています。で、その結果です。まず、アキュラシーの比較なんですけども、まずその、その ES レスクが、まあ、レスクをちょっと拡張したものになってまして、UKB がその知識ベースで、まあ、ステートオジュアートなものの結果となっていて、そのレスクプラスプラスが、まあ、今回 の, その提案書ってなっています。で、そのまずその ES と、まあ、語義をランダムにそのやった結果を比較すると、まあ、リスクプラスプラスの方が、まあ、より良い結果になっていることが、全てにおいて、まあ、より良い結果になっていることが分かりますし、まあ、その知識ベースの、最先ステートオブザアートである、まあ、UKB よりもその DSC と SC において、まあ、すごい上回る性能を出していることが、まあ、この結果から分かります。で、次にその どれがどのくらい効果を発揮しているのかっていうのを比較した実験となっていて、その左のリスクプラスはさっきの表にあった通りで、まあ、そこからレックスとグロスについてそれぞれ単体で、単体のベクトルで使って計算したものになっていて、それプラス S っていうのは先ほどのなんか、相当するっていうものをさらに追加したものとなっています。で、まずこの結果から分かるのが、相当をプラスしても、まあ、どちらにしてもあまり結果は伸びないというか、まあ、ここに至っちゃちょっと下がっているような結果になっていて、あまり効果はないのではないかっていうのは言われています。そして、まあ、その注釈、まあ、グロスの方なんですけれども、ディスクプラスが50、SC であれば 53.5 にあったりし、グロスでは 52.8 といって、まあ、そんなに、グロス単体でも、まあ、ディスクプラスと同じような結果が似たような結果になっているということで、まあ、グロスが結構効いてるんじゃないのかっていうのが、言われてます。で、さらに、まあ、その異なるドメインでの実験も行っていて、この DL、ST、WP、NP はそれぞれ、まあ、下のここに書いてあるような、まあ、その特定のドメインに対する、まあ、結果なんですけども、DL、ST、WP において、まあ、レスクプラブラが全ていいような成績になってました。ただニュースペーパーだけは、まあ、うまくいってなくて、これはニュースペーパーが、特定のドメインっていうよりはもっと一般的なドメインであるからっていう理由で、一番頻度のあるものが、まあ、高かったのではないかっていう方が言及されています。で、結論です。この論文では分散表現を用いて、単語の語義と文脈の類似性を計算する手法を提案しています。で、最先端の、まあ、知識ベースシステムよりは優れた性能を発揮しているということが分かりました。で、まあ、この方法は、まあ、その強者 WSD と違って、まあ、他の言語にも簡単に適用可能で、まあ、必要なデータと必要するデータも少ないので、まあ、その強者での学習の、まあ、代わりになるのではないかっていう話が出ています。以上で発表を終わります。